性欲が強い女性の9個の特徴。1つ目、ボディータッチが多い。ボディータッチが多い女性というのは性欲が強い傾向にあります。まあ、なんでかっていうと心理的抵抗ですね。男性に対する恐怖心とか抵抗感っていうのがボディータッチを全くしない女性に比べると低いからです。2つ目、食欲旺盛。男性ってそうでもないんですけど、女性っていうのは食欲と性欲っていうのは密接に関係してるんですね。女性というのは満腹中枢と性中枢が近い場所に存在してます。ですから食欲旺盛な女性っていうのは性にも積極的なんだというふうに判断してもらって大丈夫です。ちなみに気をつけなきゃいけないのは、満腹になると性欲も満たされてしまうっていう関係性にあるので、あんまりですねお腹いっぱい食べてしまうと性欲も満たされてしまいます。3つ目、オタク気質で研究心がある。オタク気質な女性っていうのも性欲が強いとされています。まあ、研究熱心で想像力も豊かですね。あとですね、結構オタクの世界ではアブノーマルなことも見慣れてたりとかするので、いわゆる一般的な女性に比べるとそういうことに興味があったりとか、まあ、あまりですね抵抗がなかったりとかするわけです。4つ目、頭脳明晰。頭脳明晰な方っていうのは研究熱心だったりとか、あとは好奇心旺盛っていう方が多いですね。やっぱりですね、好奇心旺盛な方っていうのは新しいこととね、新しい出会いっていうのをどんどん求めますから、必然的にですね性に対しての研究心というのも旺盛です。5つ目、メンヘラ気質。メンヘラの方がそのまま性欲が強いというわけではなくて、メンヘラ気質の方って常に誰かと触れ合っていたいとか、常にですね誰かに守ってもらいたいとか、誰かとずっと一緒にいたいというふうに思うわけですね。なので触れ合いたいという欲求が性欲が強いというふうに見えてしまうっていうことです。6つ目、ストレスが溜まりやすい環境。普段はそれほど性欲が強くない女性でも、そういうストレスが多い環境にいると、まあそのはけ口としてですね、ストレス解消目的で、まあ積極的にですね、なるっていうことがあります。7個目、身長が低い女性が多い。まあこれはですね、いわゆる俗説なんですけど、まあ結構ですね、男性の間ではメジャーな話かなと思います。AV 女優さんとか、あとは風俗で働かれている女性は身長はですね低い方が多いっていうですね結構認識があるので、まあ身長が低い方がイコールそうっていうわけではないんですけど、そういう方も多いっていうことです。8個目、露出度が高い。性欲が高い女性ほど露出度が高くなるっていう研究結果もあるので、露出度が高い女性ですね、まあ、街中とか人の目に触れるところで露出度が高い服装をされている方というのは、まあ、性欲が高いと判断してもらって大丈夫です。9個目、お酒が大好き。アルコールというのはですね、人を惑わす力がありますよね。特にアルコールが大好きな方っていうのは、アルコールが入ることで性欲が増すっていう方が多いので、やっぱりお酒大好きな方イコール性欲が強いわけではないんですけど、やっぱりそういう方が多いっていうことです。